どうもしゅんです。こんにちは。今回はですねキャンパスキャリアさんとのタイアップ動画第2弾なんですけども、で今回はインターンシップ編ということで、そもそも何のために行くのかであったりとか、インターンシップに参加する上の、極意みたいなところをお聞きできたらなと思ってます。でこの動画はキャンパスキャリアのチャンネルと前編後編という番組になっているので、ぜひ概要欄から後編の動画も見ていただけたらなと思ってます。ではちょっと石川さん、簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。法政大学キャリアデザイン学部2年の石川のなみと申します。就活の状況はですね、小学校、中学校、高校での出来事でのモチベーションの変化みたいなのを分けた自己分析方法はやったって感じで、企業分析とかはまだできてないかなっていう状況でございます。ということで本日キャンパスキャリアの社員さんに来ていただきました。じゃあ簡単に自己紹介お願いします。ワークスジャパンの小松亜美と申します。現在は採用のプロモーションと募集団形成のイベントっていうところで、企業の皆様に対して営業活動をしております。インターンってそもそも行った方がいいんですか。学生の話聞いてても企業の話聞いててもやっぱ行った方がいいのかなっていうのはすごい感じてます。なんでかっていうところなんですけど、企業の人事の方と会うことでこういう人たちが働いてるんだなとか、この企業ってこういうお仕事してるんだなとか、得られるものがすごい多いのかなと思うので、企業研究とか業界研究にも役立つのかなと思ってます。あとはプラスアルファの要素として、やっぱり最近だとインターンシップに行った時に参加者の方は、早期の選考に乗れるとか、特別なイベントに招待いただけるとか、そういう特典があったりもするので、やっぱり行っておいた方がいろんなメリットがあるかなと考えてます。こういう人にはこういうインターンがおすすめみたいなのってございますか。1回目とかだとちょっとライトに行けるものとかから始めるとすごい気楽に臨めるのかなと思っていて、まずはちょっとこう企業説明と、あと社員さんと話せる機会があるものだったり、半日のものでまずはちょっと挑戦してみて、インターンシップって何なんだろうっていうところから入ってみて、企業研究業界研究していただくとすごく自分の気持ち的にも楽に参加できるのかなと思ってます。でそこからなんかこう時期とか、あと自分の経験踏まえて、なんか段階的に、あ、じゃあちょっとワークを他の学生さんと一緒にやるものに参加したりとか、より会社の中に入って社員さんと接する機会があるものだったりとか、そういった形で段階踏んでいくのがいいのかなと思います。実際ほとんどの就活生って、とにかく例えば内定欲しいとか、早く就活終わらせたいって思っている気持ちも結構あると思うんですよね。そういう人ってインターンシップをどのように活用したらいいと思いますか。キャンパスキャリアとかでも調べていただくと、例えば選考に直結しているインターンだったりとか、そういった情報見れると思うので、そういったところを見ながら、じゃあこのインターンに行ってもう選考が受けられるようにしておこうだったり、会社の中に入って就業体験をしてそのまま採用に結びつきそうみたいなところまで調べて参加されるとスピーディーに就職活動できるのかなと思います。でインターンっていろんな、タイプがあると思うんですけど、大きくどういったタイプがあるか教えていただいてもいいですか。インターンのタイプだと本当に時期だったりとか期間っていうところでもすごく分かれるかなと思ってます。時期だと本当にもう早いと夏のタイミングから、8、9月のタイミングから、冬のタイミング、年明けのタイミングっていう風に開催されているのと、期間っていうのも1日だけのものから本当に 2、3日、あるいはもう1週間1ヶ月っていう長期のものまで分かれるかなと思います。でさらにまた内容も分かれていくんですけど、大きくは4つぐらいに分かれるかなと思ってまして、1つ目が本当に企業の、広報型っていう形で会社説明がメインになっているようなもので、数時間でこう社員さんとちょっとお話しできる機会があったりとか、そこに加えて、例えばグループディスカッションだったりとか、ワークをするような時間があって発表をして企業さんに自分たちの考えをぶつけてみる機会があるものがあったり、あるいは会社の中に実際に入って就業体験をするもの、会社見学ができるものですとか、本当に1週間とか1ヶ月会社の中に入って、優勝のインターンシップという形で開催されるものまで本当に多岐にわたっているかなと思います。石川さんはなんかインターンシップこれから参加するとしたら
なんかどんな目的で参加したいですか？まず期間としては私的にはアルバイトを他に全部で4つやってたりしてそっち側に時間が取られてるっていうのもあるしやりたいこともあるのでやっぱりやるとしたら短期かなって考えてます。形式としてはただお話を聞くインプットだけのものじゃなくて会社に行って実際にどういう仕事をするかっていうのを体験できるような会社にインターンしたいなって考えてます。そうすると、まあ、会社説明だけじゃなくて会社説明とプラスして他の学生と一緒にあのワークを進めてみんなの意見をちゃんとまとめながら企業さんにあのこうじゃないですかってぶつけるようなもの、まあ、それでも多分半日とかで終わると思うのですごい効率的に自分の力を試せたりとかするかなと思うのでそういったものだったりとかアルバイトお休みできる期間があれば、まあ、2、3日とか1週間ぐらいで会社に実際に入って社員さんとこうお仕事していくようなものとかも仕事の進め方が分かったり石川さんの今まで身につけてきたスキルとかがどこで発揮できるか探すためにはすごくいいインターンシップかなと思います。ということで実際にキャンパスキャリアを使ってインターンを探してみていただけたらなと思います。じゃあ今開いていただいたのでどんな企業が掲載されているのかっていうところをちょっと探していただけたらなと思います。インターンシップの欄を見ていただいてイベントのこれですね。で結構大手載ってるんですね。ちなみにどういう業界とかどういう企業に今興味あるんですか？興味ある分野としてはマスコミ業界だったりとかコンサル系は視野に入れてます。で結構大手志向なんですか今は？最終的につくのは別に大手がいいっていうわけではないんですけども知る手がかりとしては大手からが入りやすいのかなと思って。じゃあマスコミもしくはなんかコンサルとかでなんか気になった企業があったらぜひちょっと開いていただけたらなと思います。わかりやすいところで今出てきたのがこれですね、はい、NHK が出てきたのでちょっとここを見てもいいですか？はい、どんな感じですか？先行ステップとかも載ってるんですね。はい、そうですね。最初はエントリーシート出して、うん、ウェブテストがあって面接って感じなんですね。うん、インターンはちなみにあるんですかね？本当だ。インターンから本選考優遇情報みたいなの載ってるんですね。インターン参加したらなんかある種早期選考とかのところもある可能性があるってところも分かるってことですね。他の企業とかも一応見てみますか？そうですね、コンサルティング会社で有名なとこだと、はい、デロイトトーマツさんのところは、はい、めちゃめちゃ大手ですよね。インターンシップ概要とか見ると経営コンサルティングを知るサマーインターンシップ、で時期的にはエントリーシートの提出期間は6月中旬から始まるって感じで。ちなみにデロイトトーマツってそのインターンからの優遇みたいなところってあるんですかね？あるそうです。本当だ。選考直結型インターンだったりとか、3次面接から特別選考開始されるみたいな情報も載ってますね。他の企業でもここの部分をなんか注視すると優先的インターンに行くべきかみたいなところは内定を重視している方に関してはすごく有益かもしれないですね。そうですね。じゃあいろんな企業あると思うんですけど、参加する企業の選び方みたいなところをちょっとお聞きしたいですね。一つは本当自分が興味があるとかこれをやりたいとか自分の学んできたことと合いそうだなっていう軸で選んでいただくとかもあると思いますし、逆に誰かからおすすめされて行くっていうこともあるかなと思います。なんか友達からすごい学びになったよとか先輩からここすごい行っといた方がいいよとか、そういったところもあるので情報収集してもらえるといいかなと思いますね。あとはそれこそ早期で選考に乗れるとかそういったところメリットみたいな軸で選ぶ人も多いと思うのでそういった3つのポイントで見ていただくといいのかなと思います。とりあえず何社か行ってみてそこからまた判断するみたいなのもありかもしれないですね。そうですね、だんだん行くうちに自分の軸はこれだなっていうのが分かってくると思うんで、まずはたくさん行ってみるとそれが見えてくるきっかけになるかなと思います。
これから何万っていう会社がある中で、自分が行く会社って一社しかないので、まあ、それを選んでいく上ではやっぱり早いタイミングからたくさん行動力上げて動いていけると、自分の軸はこれなんだなとか、高校の企業に行きたいなっていうのがすごい見えてくると思うので、やっぱりたくさん企業と会ってご縁を作っていくっていうところをやっていってもらえればなと思います。ありがとうございます。じゃあ石川さん、今日小松さんから聞いた話とサービス使ってみた最後の感想をお願いします。はい、実際私はこれまで正直、まあ、いろいろアルバイトやってるからインターン行かなくていいかなって思ってたんですよ。でもやっぱり就活のことを考えていく上で、いろんな経験をしてやっぱインターン行くっていうのは大事だし、目的を持って早めのうちから行動していくのってすごく大事だなっていうのを学びました。行ってみたいなって思いました。ということでですね、概要欄にあるキャンパスキャリアチャンネルの後半の動画では、インターンシップ参加する上での極意みたいなところを小松さんにお伺いできたらなと思ってます。ぜひ後半も見ていただけたらなと思ってます。インターンする前の心得みたいな、コミュニケーションの中でもすごく大事にしているサシスセソがあります。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。